皆さんは最近更新されている BTS メンバーたちの最新情報について気になる情報はありますか？メンバーたちが兵役につき、 BTS グループとしての活動が休止されていたり、それぞれで行っていたソロ活動も全員が入隊したことで実質休止中となっていますよね。そんな中でもアーミーたちに寂しい思いをさせないように、メンバーたちはさまざまなサプライズコンテンツを用意して私たちを楽しませてくれています。また軍生活でのメンバーたちの情報も随時更新されています。そこで今回は新しく入った BTS の最新情報についてご紹介します。2024年5月5日、 BTS メンバーについて新しいエピソードが公開されました。現在第5師団の砲兵部隊で軍生活を送っているジミンとジョングクに関するエピソードです。 BTS と同じくハイブレーベルに所属している K-POP ボーイズグループの ENHYPEN のメンバーであるヒスンさんが、とあるコンテンツにて所属事務所内でジミンと遭遇した時のエピソードを語ってくれました。ヒスンさんがデビューする前、当時練習生だった頃にアーティストの控え室に挨拶をしに行く機会があったそうです。その時にジミンと遭遇したというヒスンさんは、ジミンが自分たち練習生に対して驚くべき対応をしてくれたことを語ってくれました。ヒスンさんは控え室に行った時、 BTS のジミン先輩が扉の前まで来て、こんにちはと丁寧に挨拶をしに来てくれました。またジミン先輩は僕に、練習生ですか？と聞いてくれて感動しました、と話してくれました。世界的大スターとなった BTS のメンバーであるジミンですが、自分がそれだけ人気になっていても、当時練習生だったヒスンさんに対して礼儀正しい対応をしてくれたことにとても感銘を受けたといいます。またこのエピソードが公開されたコンテンツでは、ヒスンさんと同じくENHYPENのメンバーであるジョンウォンさんも BTS メンバーから感動するような対応を受けたといいます。ジョンウォンさんが練習生としてハイブシャオクで過ごしていた時、バケットハットをかぶった男性が90度くらい深く頭を下げて挨拶をしてくれたことがあったそうです。最初この男性についてプロデューサーさんかなと思ったそうですが、顔をよく見てみるとジョングクであることが分かりました。とても礼儀正しく謙虚なジョングクの深いお辞儀を見たジョンウォンさんは、あんなにすごい人なのに練習生に対しても90度の挨拶をする謙虚なジョングク先輩をすごいと思ったし、かっこよかったと当時を振り返っていました。ジョングクに関しては空港でもよく深く頭を下げながら待っていた記者やファンたちに向けて挨拶をしてくれる姿が見られます。しかしジョンウォンさんからのエピソードによって、練習生に対しても礼儀正しく挨拶していることが明らかになりました。自分たちが先輩だからといって大きく見せるのではなく、練習生や後輩に対しても謙虚な姿勢で接していることが語られたジミンとジョングク。そんな彼らの背中を見て後輩たちも見習っていくのではないでしょうか。現在軍楽隊にて軍生活を送っている RM ですが、彼の新しいセカンドソロアルバムがリリースされるという情報が公開されると、リリースに先駆けて数枚のコンセプトフォトも公式 SNS にて公開され、アーミーたちから喜びの声が寄せられていました。写真は日本で撮影されたものであったために、特に日本人アーミーからより多くの関心が持たれていました。そして最近ではこのコンセプトフォトを撮影した時の裏エピソードも公開され話題となっています。日本での撮影は水島貴博さんという日本人のカメラマンによって撮影されました。この情報が明らかになると、 RM を日本で撮影した時のエピソードが公開されたのです。今回撮影をした水島貴博さんは、インタビューの中で RM を撮影することになった経緯だけでなく、彼とのエピソードまで語ってくれました。交渉を受けた時から撮影日まですごく緊張しながらも、写真家として RM をどのように撮ればいいかたくさん悩んだ。しかし RM と話すと緊張感はあっという間に消えた。それほど RM は親切で、まるでいい友達のように近づいてきた
だからか、できるだけ友達のように撮らなくてはと思った。撮影地として私が生まれ育った町を選んだ。彼の率直な表情を込められそうだったと、水嶋貴弘さんは RM からのオファーに悩んだことや、いざ RM と一緒に仕事をしてみると緊張感が解けたことを明かしてくれました。また今回撮影された場所が日本であることだけでも、日本人アーミーたちからたくさんの注目を集めていますが、その場所の詳細として、なんと水嶋貴弘さんの故郷を選んだという情報に関しては驚きました。 RM を友達のように思いながら撮影するには、自分にとって思い入れが深い場所で撮影することが一番だったようですね。2024年の3月初めに、ジョングクがセブンティーンのミンギュさんとストレイキッズのリノさんと共に、第5師団基地のすぐ近くにあるバーベキュー場にて休日を楽しんでいたというエピソードが話題となったことがありました。この情報は彼らが訪れたバーベキュー場のオーナーによって明らかにされた情報でした。バーベキュー場が第5師団基地に近いということから、面会する兵士がよく訪れるだけでなく、一般の方もよく利用しているそうです。また今回ジョングクが休日に利用したという情報が公開されたことによって、多くのアーミーも訪れるようになったそうです。最近このバーベキュー場に訪れたというアーミーは、ジョングクが訪れた時の彼の様子についてオーナーが教えてくれたと言って、 SNS にてその情報を共有してくれました。まずはオーナーがジョングクにサインをお願いした時のエピソードです。オーナーがジョングクにサインをもらえないですかとお願いしてみたところ、ジョングクは今は兵役中なのでできませんと答えたそうです。しかしジョングクは続けて、必ずまた来るのでその時にサインしますと約束をしてくれたんだそうです。サインをただ断るのではなく、兵役が終わってから必ずすると約束してくれた彼の神対応にオーナーは感動したといいます。また軍生活を外で送ることもあるジョングクは、肌が少しこんがりと日焼けしていたそうです。当時ミンギュさんとリノさんとバーベキューを楽しんでいた中で、好物のサムギョプサルやビビン麺、お菓子を食べていたといいます。このバーベキュー場で彼らが楽しんだのは食事だけではありません。バドミントンやバスケなどのスポーツをしたり、ダンスをしたりとたくさん楽しんでいたようです。3人は約2時間ほど滞在し、置かれているフォトスポットで写真も撮影して有意義な時間を過ごしていたようです。2024年4月下旬から勃発している BTS 所属事務所の HYBE とその子会社のアドアの大きな問題について、今もなお解決することなく泥沼状態となっています。そんな中で HYBE のシンボルといっても過言ではないのが BTS の存在ですが、この事務所内の大問題が BTS メンバーたちにまで及ぶのではないかと、韓国国内のアーミーたちがとても心配をしている状態です。これから RM の新しいセカンドソロアルバムがリリースされるだけでなく、JINの除隊日も近づいているため、それらの活動に規制がかかるのではないかとアーミーたちも不安を募らせているのです。5月に入っても HYBE 問題の解決への兆しが見えない中で、 HYBE のある対応に対してしびれを切らした韓国アーミーたちがついに行動に出ました。まず HYBE 社屋前にお葬式で使用される花輪を数十個並べたのです。また花輪につけられているタグには、業界1位の無能事務所、有名になりましたね、おめでとうございます、絶え間ないオーナーリスク、防弾の脱HYBE を祈る、経営陣の縄張り争い、防弾を盾に使うな、など事務所に対する怒りのメッセージが添えられていました。韓国アーミーたちによる所属事務所に対する抗議は、社屋前に置かれた花輪だけではありませんでした。今回の HYBE 問題の中で行った事務所側の適切ではないある対応のせいで、現在兵役中の BTS メンバーたちにまで膨大な被害が出ている状態に非難の声を上げていた韓国アーミー。HYBE に対する抗議のために
抗議文を韓国の新聞広告にまで掲載したのです。ちなみにこの抗議は法務専門家に相談し、リスクがあることを覚悟した上で設置しているとのことです。廃部社屋前に置かれた花輪や新聞広告に掲載された抗議文は大きな話題となり、韓国でニュースに取り上げられるほどでした。それによりアーミーだけでなく一般の方も実際に花輪を見に行くなどして大きな関心を寄せられています。このような韓国アーミーの行いを知った海外のアーミーたちからは、 BTS を守ろうと行動してくれてありがたいと賛同する声が多い中、やりすぎではないのかという声も少なからず寄せられていました。韓国アーミーたちが HYBE の社屋の前に花輪を数十個送ったり、新聞の広告欄に抗議文を掲載するなどの大ニュースになるほど、 BTS を守ろうとしたのにはある理由がありました。ミンヒジンさんの独立問題についての疑惑が浮上すると、はじめは韓国国民やメディアたちも HYBE 間での争いについて関心が集中していました。しかしその中でいろんな疑惑が浮き彫りになってくると、BTS の買い占め問題やコンセプト盗用、カルト宗教との関係性など BTS に関する疑惑が次々と浮上してしまったことにより、当初寄せられていたミンヒジンさんの独立問題についてへの関心が徐々に薄れてきて、今となっては BTS や BTS メンバーたちに対する疑惑について焦点が移ってしまっているのです。このように BTS に関する様々な疑惑が浮上したことに関して、HYBE側は疑惑は事実ではないことを明確に申し上げますと即座に文書を投稿し、いろんな対応をしてきました。しかしこれらの HYBE の対応の仕方について、やり方が適切ではないと韓国アーミーから怒りの声が殺到したといいます。そのやり方とはどのようなものかというと、 HYBE から投稿された疑惑否定の文書を見ると、海外へ向けたコメントと韓国国内へ向けたコメントで違う箇所が存在していたのです。海外へのコメントでは、私たちは最近の買い占めや概念の盗用、ダーンワールドやカルト宗教との関係に関する疑惑が完全に虚偽であることを明確にしたいと思いますと英語で記載されていました。しかし韓国では最近 BTS の名誉を傷つけ中傷しようとする買い占めマーケティング、コンセプト盗用、ダンワールド関連説、新興宗教疑惑等は事実ではないことを明確に申し上げますとハングルで記載されていました。海外向けと内容はほぼ同じであるものの、海外向けには私たちと言っているのにもかかわらず、韓国国内では BTS とわざわざアーティスト名を出している点に関して、本来の問題であるミンヒジンの独立問題を BTS の名前を使って世間の関心を傾け、争うべき HYBE が BTS を盾にして雲隠れしていると韓国アーミーは怒りを覚えているのです。確かに現在韓国国内での関心は HYBE 本社の問題から BTS をめぐる噂についてへと移っていて、韓国アーミーからしてみれば HYBE は BTS の名前を利用することでメディア操作に成功し、ミンヒジンとの経営権紛争に対する批判を交わしたと考えせざるを得ない状況となっています。また買い占め問題については、2017年にも一度出ていた問題でもある上に、 BTS の買い占め疑惑に関してはほとんどの韓国国民が認識している問題でもあるようです。そのため今回の HYBE の対応によって、今後の BTS の活動において音楽チャートに大きな影響が出るのではないかと懸念されているのです。今後 HYBE がどのように対応していくのか要注目していきたいところです。今回は BTS の最新情報についてご紹介しました。 BTS メンバーたちが活動期に後輩たちにとった行動や軍生活での休日の過ごし方、そして RM の新しい作品に関するコンセプトフォトの裏エピソードなど心温まる情報も多い中で、やはり目立ってしまうのが HYBE との問題です。メンバーたちはただひたすら自分たちの夢に向かって努力し続けてきたにもかかわらず、このように事務所の対応次第で良くも悪くも左右されてしまうというのは本当に悔しいものですよね。これからメンバーたちも順次復帰するというタイミングで、
ハイブが彼らを守るような対応を取ってくれることを信じるしかないでしょうか。皆さんは他の国に興味を持ったり、言語を学んだりしたことがありますか？ K-POP が好きな方は韓国語を学んだり、推しの生い立ちにちなんだ韓国の情報を調べたりすることもあるかと思います。そんな中で BTS の SUGA が日本に対して特別な思いを寄せているとファンの中で話題となっています。どうして SUGA にとって日本は特別なのでしょうか。今回はその理由についてご紹介します。2023年2月15日にオガスト D としてワールドソロツアーの開催をすることを発表した SUGA。 BTS メンバーの中でソロでのワールドツアーを行うのは SUGA が初となるために、開催前からとても話題となっていますよね。米国や東南アジア、韓国、日本など多くの公演を予定している SUGA ですが、日本での公演は6月2日から6月4日までの3日間となっています。 BTS が日本デビューした6月4日に日本公演のスケジュールを合わせてくれたことで、日本のアーミーから称賛の声が上がっている中、 SUGA には日本を特別に思っているのではないかという噂がささやかれています。今回の SUGA オガスト D ツアーは日本公演のみキャパが狭い会場で開催することになっています。 SUGA ほどの人気を誇るアーティストが約1万人ほどのキャパの会場でコンサートを行うなんて驚く状況ですよね。キャパが狭い分チケットの倍率はとても高くなっていますが、 SUGA があえてその会場にしたのには SUGA 自身叶えたかったことが日本では叶えられると思ったからなのではないでしょうか。というのも音響などにこだわりがあり、自身が理想とするライブのキャパや雰囲気を実現させたいと強く思っていた SUGA。 世界中から常に注目を浴びるようになった BTS というグループでは、実現することが難しくなったこの SUGA の理想が今回のソロツアーで実現できるいいチャンスとなったようです。過去にBTS メンバーと会話をしている中で、日本のアーミーたちは他の国のアーミーとは違った雰囲気があることについて語っていたことがありました。その雰囲気とはマナーの良さに関してです。日本人アーミーが韓国やアメリカなどの公演に参戦すると、掛け声の熱気や盛り上がり方の違いに圧倒されるという話を耳にしたことがありますが、その状況はメンバーたちもよく体感しているようで、日本での公演は盛り上がるところは思い切り盛り上がって、バラード曲のように静かなパフォーマンスの時は目を輝かせながらも、アーミーたちも静かに聴いてくれるといった印象を持っているそうです。今回のソロツアーを日本で開催するにあたって、ソロでやるからこそ会場がお客さんで埋まるかが心配だったと言っていた SUGA。 そのためにあえて日本公演はキャパの狭い会場にしたとでも言うかのように語っていましたが、本来 SUGA が理想としていたキャパでのコンサートを実現するにあたって、日本であれば小さなキャパでもファンが揉めることなくマナーを守って安全に開催できるのではないかという考えもあったのではないでしょうか。SUGA オガスト D ツアーの日本公演に向けて、2023年3月に全編日本語のメッセージ動画を公開してくれた SUGA。とても流暢な日本語を披露してくれた SUGA に感動した日本人アーミーも多くいました。SUGA がこれほど日本語を上手に話せるようになったのは、日本語のレッスンを受けているからなんだとか。2022年6月14日に BTS デビュー9周年を祝うイベント BTS フェスタのコンテンツ万端会食の中で、現在受けているレッスンについて語った SUGA。苦手だったダンスだけでなく、鍵盤やギター、和声楽のレッスンの他に英語と日本語のレッスンもしていることを明かしたのです。これを聞いた日本のアーミーたちは、日本語の勉強をしてくれているなんて嬉しい、日本での活動が増えるってことかな、などのコメントを寄せていました。
実際に今回日本でのソロコンサートを開催するほかに、日本人アーティストへの楽曲プロデュースにも携わった経歴がある SUGA ですが、これを機に SUGA のプロデュース活動もどんどん日本へ進出していくのではないかという淡い期待が寄せられています。ハイブレーベルに所属している9人組の日本人アイドルグループ &TEAM の曲を SUGA がプロデュースする可能性も考えられますね。2022年9月27日に SUGA が来日したという情報が入り、どのようなスケジュールが行われるのか注目された中、同年9月30日と10月2日に埼玉スーパーアリーナで開催された NBA ジャパンゲームス2022の観戦をするための来日だったことが明らかにされました。 SUGA は熱狂的な NBA ファンとしても知られています。2021年11月末にロサンゼルスで BTS のコンサートを開催した際、オフの日にロサンゼルスクリッパーズの試合を観戦したこともありました。学生時代にバスケットボール部に所属していたという SUGA ですが、当時は 80% の確率でフリースローを決めていたようです。ちなみに SUGA という芸名の由来には、肌が砂糖のように白く笑顔も砂糖のように甘いからという説や、砂糖の甘さに中毒性があるようにヒップホップで中毒性があるという意味を元にしているという説などがありますが、バスケットボールで SUGA のポジションがシューティングガードだったからという説もあるんだとか。実際に SUGA本人から NBA ジャパンゲームス2022に参戦するという発信はありませんでしたが、彼のインスタグラムにウォリアーズのユニフォームを持って幸せそうに微笑む SUGA の写真がアップされました。また NBA ファイナルで MVP を取得したステフィン・カリー選手と楽しそうに会話をする姿や、カリー選手からサイン入りのシューズをプレゼントされる SUGA の姿がアップされました。この姿を見たアーミーたちは、いつもポーカーフェイスが多い SUGA が今日は心の底から楽しそうだねと SUGA から嬉しさが伝染したように盛り上がっていました。2023年3月28日に癌闘病の末に亡くなった坂本龍一さん。世界的に有名な音楽家である坂本龍一さんですが、SUGA が音楽の世界に飛び込むようになったきっかけの一つになった人物でもあります。12歳の時に音楽制作を始めた SUGA ですが、幼少期の頃に坂本龍一さんの音楽を聴いて圧倒されたといいます。また坂本龍一さんからアーティストとして大きな影響を受けたことも明かしていました。インスピレーションをくれたミュージシャンが多くいる中で、坂本龍一さんの音楽は強い影響を与えてくれていたそうです。特に坂本龍一さんが米グラミー賞で賞を取得した The Last Emperor は、 SUGA が音楽を始めるきっかけとなった曲だったそうです。2022年9月末に SUGA と坂本龍一さんは念願の対面を果たしていて、ピアノを弾く SUGA を見守るように微笑んでいた坂本龍一さんの表情が印象的でした。同年9月29日に SUGA が日本に滞在している間に宿泊していたと思われるホテル内で、戦場のメリークリスマスをピアノで演奏している姿をインスタグラムにて投稿していたのも印象深かったですよね。2023年4月21日に発売する SUGA のオガスト D としてのソロアルバムの中に収録されているスヌーズという曲では、坂本龍一さんとのフューチャリングを叶えています。今回坂本龍一さんの訃報が発表された際には、 SUGA は先生遥か遠い旅が安やかでありますようにと Weverse や Instagram に定時早く追悼の言葉を送っていました。SUGA がどれほど坂本龍一さんを尊敬していたのかがよく伝わりますね。今回は SUGA にとって日本が特別である理由についてご紹介しました。日本で行うコンサートの雰囲気が気に入っていることや、 SUGA が音楽を制作していく上で日本の音楽からも刺激をもらっていることなど、日本に対して興味を持ってくれていることは日本人アーミーにとって嬉しいことですよね。これからも SUGA が日本にたくさん関心を持ってくれたらいいなと感じました。
皆さんはテテが韓国のサイン会で日本人のファンに衝撃発言をしたことを知っていますか？2019年頃の日韓関係は不穏な空気に包まれており、正直日韓関係が良いとはとても思えない時期でした。そしてそんな時期に行われた BTS のサイン会で、 BTS のテテが日本人ファンに向けてとても嬉しい発言をしてくれたのです。またテテだけではなく他メンバーも日本人ファンに向けて嬉しい発言や仕草、行動などを見せてくれており、たとえ推しメンバーでなくても BTS 全員が好きと言えるくらいの魅力を持っているグループであると言えるでしょう。そこで今回はBTS テテをはじめメンバーがイベントなどで日本人ファンに向けての発言や嬉しい行動や言動などについてご紹介していきたいと思います。最初にご紹介したように、2019年頃の日韓関係が良くなかった時期に韓国で BTS のサイン会が開催されました。開催が発表されるとファンは嬉しい気持ち反面、日韓関係の悪化のため参加するべきか悩んだファンも多かったでしょう。そんなサイン会でテテがファンに向けてこんな発言をしたのです。日本語できますか？僕は日本が好きです。日韓関係が問題視されている真っ最中であるにもかかわらずこのような発言をしたテテ。そう言われた日本人ファンは素直に嬉しい思いと、本当に日本が好きなのかという不安な気持ちもあったと思います。しかしそんなファンを心配させないようにと思ってくれたのであろうこのテテの発言、少なくともピリついていた日韓関係を緩和させる一言だったと言われています。また日本で行われたライブでも、僕は日本が大好きです、個人的に僕は皆さんを一番大好きで愛していますと頑張って覚えた日本語を一生懸命話してくれましたよね。このテテの優しさにノックアウトされたファンも多かったのではないでしょうか。さらにテテは2017年に日本の USJ に訪れていたことが多くの日本ファンに目撃されています。当時テテは家族とプライベートで日本を訪れ、家族団らんの時間を過ごしていたようです。家族で一緒に日本を訪れたということを考えると、テテ一家は全員親日家ということも伺えます。この旅行は先ほどご紹介したサイン会が行われた2年前の出来事だったとのことなので、それを考えるとテテが親日家であり、あの発言をしてくれたことにも納得ではないでしょうか。ジンの定番といえば投げキッスです。とある日本人ファンが握手会に訪れた際、緊張しながらもジンと握手し、会いたかった、大好きと日本語で伝えると、ジンはそのファンに向けて勢いよくチュッと投げキッスをしたそうです。普段はコンサートの MC などで見られるジンの投げキッスですが、自分だけに向けられた投げキッスに、それを受けたファンはきっと素敵な思い出になったのではないでしょうか。またジンとお兄さんは共同で韓国内にオス、セイロムシという日本料理店の経営をしていることは有名ですよね。お兄さんが最高責任者を務め、ジンは支配人という立場のようですが、 BTS の活動だけではなく経営にまで取り組んでいるジンは本当にすごいですよね。日本料理をあえて選んでくれたことにファンもとても嬉しかったのではないでしょうか。お店は大人気で連日多くのファンが押し寄せる中、料理の評判も高く一般のお客さんの予約も多いとのこと。お客さんが多すぎて待ち時間は2時間が当たり前とまで言われています。韓国で日本料理店を出してくれたことで、少しでも日本料理を知ってほしいというジンの優しい思いと親日家であることが本当に伝わってきますよね。ファンのことをよく見つめてくれることで知られている RM。 彼は名札をつけているファンが入ってくるとすぐに名前を呼んでくれます。握手会はやはり制限時間が少なく設定されていますが、その短い時間でずっとファンの手を握り、話を一生懸命聞いてくれるのです。まっすぐファンを見つめ、うんうんと相槌をし、柔らかいアットホームな雰囲気を出す RM。 本当に紳士的で
またどこか安心感のある空気感が RM の魅力と言えるでしょう。また〇〇さん愛してるという甘い言葉をかけてくれることもあるのだそうです。言葉もそうですが、彼の姿勢や目線からファンを大切にしてくれていることが伝わりますよね。そして RM は大の親日家ということも知られています。2018年に日本で撮影したと思われる写真がツイッターにアップされました。場所は京都の渡月橋。清水寺では RM の目撃情報もちらほらと出ていたようです。 RM もテテ同様、家族で日本旅行を楽しんでいたとのことでした。また別のツイートには鹿2頭と RM のスリーショットがアップされていました。訪れていたのは奈良公園。日本の文化を堪能していたようです。訪問した地域は京都と奈良ということで、関西圏で日本を楽しんでいたようです。以前のファンクラブの開放で京都へ行ってみたいと語っていたこともあった RM。 友達から京都はいいところだと聞いていたんだそうです。家族団らんの日を日本旅行に選んでくれるなんて、日本人ファンとしては本当に喜ばしいことですよね。さらに RM の作業室アーカイブに続く廊下にはフィギュアやスケボーなど派手なカラーのものが続く中、日本のアート作品も多く飾られています。アーティストの村上隆さんのお花も写真の中で確認できました。作業室には木がたくさん使われており、韓国語でナムということから彼本人の名前とかけているようです。この中には日本人であるジョージ中島さんの木のテーブルや木製ベアブリック、さらには盆栽まで飾られていました。他にもジョージ中島さんがデザインした約200万円もするクルミのテーブルも公開されており、ペンシルバニアの天国という言葉とともに中島ウッドワーカーで撮影した写真をツイッターに投稿したこともあります。このように親日家であると同時に日本をリスペクトしていることがとてもわかる作業室になっているようで嬉しいですよね。実際に会った時には甘いマスクと彼氏感でドキドキ感を与えてくれるジョングク。歌やダンスだけではなくファンへの対応も神すぎるということで知られていますが、まさに黄金マンネという名前がぴったりと言われています。そんなジョングクは握手会では顔を近づけながらファンの名前を呼び、両手で握手をしてくれるんだそうです。また日本人ファンが韓国語でポッポしてと伝えると、目の前で目を細めてチュッとしてくれたそうです。そのファンが思わず叫んでしまうとドヤ顔をしてさらに微笑み、そのファンへ神対応をしたそうです。最後にはとびきりの笑顔でまた来てねと言いバイバイしてくれたと言います。ジョングクにこのような対応をされると誰もが惚れてしまうのではないでしょうか。また2017年にはジミンとジョングクがお仕事ではなくお忍びで東京へ旅行に来ていたことも話題になっています。航空券はジョングクが手配し、なんと渋谷や表参道、そしてディズニーランドまで行っています。他にもボーリングセンターへ遊びに行くなど、日本のプライベート観光をかなり満喫していたようです。この旅行で日本人に対し道に迷って尋ねたら親切に教えてくれて感動した。完全プライベートだったので写真は一切お断りしたけど、心よく承諾してくれて、むしろこちらに気を使ってくれたなど好印象だったことを明かしてくれていました。ジョングクやジミンに声をかけられた方や目撃できた方は超ラッキーでしたよね。ジョングクやジミン、そして遭遇したファンもみんなが幸せになるような日本旅行になったのではないでしょうか。どちらかというとメンバー内でクールだと言われているシュガですが、彼にノックアウトしてしまう人もたくさんいます。ある日本のファンは勉強した韓国語で頑張って、本当に大好きですとシュガに伝えました。するとシュガは彼女が話す間しっかりと目を見つめて話を聞いてくれたそうです。ニコニコと明るい笑顔を見せてくれたり、大きなリアクションを取ってくれるメンバーもいますが、このようにじっと真剣な眼差しで話を聞いてくれるシュガも大きな優しさを感じますし、とても魅力的ですね。
イベントではこれまでにご紹介したキュンキュンしてしまう神対応をしてくれるメンバーが多い中、思わず笑ってしまうようなエピソードもあります。あるファンはサイン会にて細くと話した際、好きな日本語は？と質問すると、細くからはなんと増税 8% と返ってきたそうです。そのファンにとっても予想外の答えだったと思うのですが、それと同時になぜそんな難しい言葉を知っているのかに驚きですよね。さすが細くという感じで、いつも周りの人たちを明るくさせてくれる天才ですよね。このように BTS はたとえ日韓関係が良くなくても、決して日本への態度も考えも変えず、日本人ファンに愛を伝えてくれているということが分かりました。一部では BTS は反日と言われているようですが、この動画を見ると反日どころか親日と自信を持って言える内容となっていると思います。 BTS ファンは個人メンバー推しももちろんいると思いますが、7人全員を愛してくれているファンが多いことにも納得ですね。皆さんはテテがインスタで日本語の画像を投稿していたことをご存知でしょうか。世界的大スターの BTS は韓国だけにとどまらず、日本でも大人気です。以前はワールドツアーで日本も訪れ、その際にメンバーが日本語で話してくれ、日本のファンはとても大喜びでした。そんな BTS のメンバーの中でも、王子様のような美しい顔立ちと低音ボイスで人気を誇るのがテテです。テテがインスタグラムに日本語の画像を投稿した理由を解説します。BTS は韓国で大人気のグループです。彼らは全世界的に人気があり、世界中に彼らのファン、アーミーがたくさんいます。以前はワールドツアーも頻繁に行っており、世界中のアーミーは彼らの活躍を身近に感じていました。そのような中、新型感染症コロナウイルスの流行もあり、ワールドツアーは中止や延期となり、世界中のアーミーはがっかりしたことでしょう。BTS は2021年12月、インスタグラムで個人アカウントを開設しました。なかなか BTS の情報を得ることができなかった、全世界のアーミーは歓喜して、BTS がインスタを開設するなんて夢のよう。メンバーはどんなことをアップしてくれるんだろう。マンネラインはすぐ使いこなせそうだけど、ヒョンラインはうまく使いこなせるか心配、など様々な意見が上がりました。12月6日に開設されたテテのインスタグラムは、開設後43分で100万フォロワー、4時間52分後に1000万フォロワーを獲得するなど話題になりました。2023年3月時点では5800万フォロワーを超えており、メンバーの中でもテテの人気がうかがえます。ジョングクも頻繁に更新していたのですが、ウィバースのフィード投稿で飽きたからと言って2023年2月に急にアカウントが閉鎖したことも話題になりましたね。異なる性格を持ったメンバーは、インスタに投稿する内容にも個性が出ており、リーダーである RM は美術館を訪れる様子をアップしたり、アーティスティックな一面を見せています。最年長であるジンは頭にリボンをつけた可愛い写真を投稿して1011万いいねを集めたこともあります。また初めてのストーリーズに動画をアップした時には、メンバーと一緒の現場にいることがうかがえる内容で、ジンくん頑張ってストーリーズに上げてる、メンバーと一緒だ、絶対に教わってるな、などインスタを通してアーミーとの交流を深めています。2022年8月19日に自分のインスタグラムのストーリーズを更新したのですが、そこに映り込んでいたものが話題になりました。テテは体作りを頑張っている様子で、食事の様子をアップしました。鶏肉と玄米のような食事内容で、筋肉の絵文字も掲載されている写真の中に1枚の紙が映り込んでいました。よく見るとその紙にはなんと、アーミー、V、元気に、と日本語の文字が書かれていたのです。食事中に書いていたものが映り込んでしまったことから、テテの直筆であることがうかがえます。この手紙を見つけた日本のアーミーは歓喜しました。テテのインスタに日本語の手紙が。え？
日本語の曲が出るの？とテテが日本語を書いている理由について推測が飛び交いました。テテはなぜ日本語のメッセージを書いていたのでしょうか。このメッセージは BTS ジャパンオフィシャルファンクラブの開放誌ボリューム10に収録された日本のアーミーに対するお手紙でした。メンバー全員が日本語のお手紙を書いており、日本のアーミーにはとても嬉しい内容になっています。この開放誌を見たアーミーは、テテがインスタで書いていたのはこれだったんだ、忙しいのに日本語のメッセージを自分で考えてくれるなんて嬉しい、とテテがインスタに日本語をアップする理由が分かったのでした。テテはメンバーの中でインスタグラムを一番頻繁に更新しています。あまり SNS を好みそうな性格ではないテテが、インスタを頻繁に更新してくれるのはアーミーにとっても嬉しいですよね。そんなテテの更新には、ボーグコリアの表紙を飾ったかっこいい写真だけではなく、プライベートが伺えるものが時々あります。ストーリーズにアップした1枚の写真には、テテの愛犬ヨンタンとジン・ソンヒョクさんが写っていました。その写真には、この人はなんでダイエットをしないんだ、とヒョンソクさんへのメッセージが添えられていました。どうやら写真を撮ったのはテテのようで、窓ガラスに撮影する様子のテテが写っています。しかしその写真に写るテテは、よく見ると髪色が少しシルバーのようです。アーミーからは、テテとヒョンソクさん、本当に仲いい。テテが写り込んでる可愛い。これは今の写真、テテの髪色が違う気がする、など、テテのプライベートの食事会にほっこりするアーミーや、髪型で撮影時期を推測するアーミーもいて、盛り上がりました。BTS は最近日本語を話さなくなった。日本語忘れてしまった、などと心配している日本のアーミーもいます。確かに以前は日本語の曲を多く出していましたが、2021年にリリースされたフィルムアウト以降、日本語の曲はリリースされていません。日本語の曲がリリースされないため、日本のことを忘れてしまわないか心配、というアーミーもいるでしょう。BTS は世界的スターで忙しく、日本語曲をリリースする時間がないため、仕方ないことでもあります。BTS は2021年10月から2022年4月まで BTS パーミッション2ダンスオンステージを開催していました。2021年の韓国オンラインライブを皮切りに、アメリカロサンゼルス公演、韓国ソウル公演、アメリカラスベガス公演と忙しいスケジュールをこなしました。最年長のジンの入隊が近かったため、タイトなスケジュールになってしまったのでしょう。BTS は2021年に同じく世界的アーティストのコールドプレイとマイユニバースという曲でコラボレーションをしています。自分たちの楽曲だけではなく、世界的アーティストとも共演することで忙しくなり、日本語曲のリリースができなくなっているようです。コールドプレイも、彼らは短期間で非常に多くの仕事をこなしていると話しています。世界中にファンがいる BTS なので、日本語の曲をリリースすることは難しいかもしれませんが、インスタや開放誌で日本語を使ってくれています。日本のアーミーは、日本のことを忘れてしまわないか、と心配することはなさそうですね。BTS はアニメ好きとしても有名です。2017年 V ライブを通じたイベントで、 BTS メンバーはそれぞれ好きなアニメについて話をして盛り上がりました。メンバーはそれぞれ好きなアニメが違っているみたいで、テテは神風怪盗ジャンヌ、フルムーンを探して、ワンピース、ハイキュー、僕のヒーローアカデミアなどを挙げていました。ジブリシリーズも好きなようですが、ブラックスワンのテテのビジュアルがハウルの動く城のハウルに似ていると話題になったこともありました。またテテが日本のアニメを愛している証拠となった出来事があります。それが9月21日に公開されたバラエティコンテンツラン BTS 2021エピソード152の中で起こりました。歌のイントロを聴き、それが主題歌となったアニメのタイトルを当てるゲームに挑戦した BTS のメンバーたち。
メンバーたちは童心に帰りながら懐かしいアニメの話に大盛り上がりしました。カードキャプターさくらの主題歌が流れた途端、テテはすぐカードキャプターチェリーと勢いよく答えました。正解だと分かった瞬間、テテはアニメのオープニングで流れる映像を完璧にコピーして披露したのです。普段のダイナミックのダンスとは違い、胸に手を当てて可愛いダンスを再現するテテにアーミーたちは、テテ可愛すぎる、私も見てたから同じで嬉しいと盛り上がりました。テテのカードキャプターさくら愛が伝わるエピソードですね。ジョングクも日本のアニメが好きで、 SNS 上でたびたび話題になっています。ジョングクは2023年2月2日の深夜に Weverse でライブ配信を行いました。少し髪が伸びた様子のジョングクはライブ配信でカラオケを始めました。無料でジョングクの生歌が聴けるのでアーミーたちは大喜びです。その中でジョングクが歌い始めたのがアニメチェーンソーマンの主題歌になっている米津玄師のキックバックです。キックバックを流暢な日本語で歌うジョングクにアーミーたちは、日本語に何の違和感もなく歌えるなんてすごい、米津玄師の歌い方の癖まで同じ、こんな難しい歌を家でくつろいでいる体勢で歌うジョングクはさすがと驚いた様子でした。 BTS のメンバーは世界的スターになっても日本語を忘れず使ってくれているのは、日本のアーミーはとても嬉しいですね。今回はテテがインスタでわざと日本語の画像を投稿した衝撃的な理由についてご紹介してきました。インスタなどの SNS はテレビなどでは見られない好きなアイドルの情報を身近に感じられるようになりました。 BTS は世界的大スターになっても日本のアニメや音楽をずっと好きでいてくれたり、最新の楽曲も聴いてくれるのは嬉しいですよね。これからのテテのインスタで彼のプライベートの様子を楽しみにしたいです。皆さんは日本人アーティストで好きなアーティストはいますか？現在 K-POP の勢いがすごく、日本人アーティストの曲をあまり聴かなくなってしまったという人もいるのではないでしょうか。しかし、ふと懐かしい楽曲を聴いてみたり、好きなアニメのテーマソングを聴いてみたりすると、やっぱり日本の曲も捨てがたいなぁと感じることもありますよね。世界中にファンを持つ BTS のメンバーもまた日本の曲を聴いていると言及したり、実際に聴いている姿を見せてくれたことがあります。そこで今回はBTS メンバーが好きな日本人アーティストをご紹介するとともに、 BTS メンバーが惚れた日本の芸能人についても合わせてご紹介します。RM はラッパーであるため、ヒップホップの曲を中心に聴いているのかと思いきや、案外いろんなジャンルの曲を聴いているんだそうです。RM が好きな日本人アーティストといえば XJAPAN が有名ですが、2021年1月19日の23時頃、一人で V ライブをつけてくれた時に、最近昔の歌を聴いていると話してくれたことがありました。そこで出た日本人アーティストの名前が大橋トリオさんでした。大橋トリオさんは日本のシンガーソングライターで、作曲家でもあり編集家でもある実力派のアーティストです。最近では2023年1月に NHK 土曜ドラマ探偵ロマンスの主題歌である生きるものをリリースしています。この他にも RM は宇多田ヒカルや M フロー、コウが好きと言っていたこともありました。ジンはこれまでに好きな日本の芸能人について公言したことはありませんでした。しかし過去にシークレットベース、君がくれたものが好きだと語っていたことがありました。この曲は2001年に日本人アーティストゾーンがリリースした楽曲ですが、これまでに数多くのアーティストたちがカバーしています。ジンはなぜこの曲を好きになったのかと疑問を持つアーミーも多いと思いますが、ジンが好きなアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのエンディングで流れていたために好きになったのではないかと憶測されています。シュガにはこれまでに挙げてきた好きな日本人アーティストが何人かいます。
RM と同じく M フローやコー、その他にもジブラ、AK69、倉本勇気などがいます。シュガはヒップホップが好きなため、日本のヒップホップにも興味があることがわかりますね。M フローはヒップホップだけでなく、レゲエやジャズなどの様々なジャンルの音楽を取り入れており、近未来や宇宙が舞台となっているグループなんだそうです。また、ジブラは MC や DJ としても活躍するヒップホップアーティストで、現在若い世代を中心に大変話題となっているアイドルグループ NiziU のメンバー、リマさんの父親としても有名な方です。韓国と日本のハーフであるコーは、ジャンルにとらわれない自由な音楽スタイルと、何にも縛られずありのままを表現する歌詞が魅力のヒップホップアーティストです。シュガがオガスト D として書く歌詞もありのままに表現していることが多いので、もしかしたらインスピレーションを受けている可能性もありますね。またシュガは日本のテレビ番組内でレミオロメンの3月9日が好きと話していたこともあります。曲名が自分の誕生日と同じだから興味を持って聞いてみたんだそうです。その他にも AAA の愛してるのに愛せないを聞いていたこともあったようで、いつかコラボしてみたいと語っていたそうです。現在 AAA はグループ活動を休止していますが、活動を再開した時にシュガとのコラボが見られるといいですね。J-HOPE もシュガと同様にヒップホップアーティストのジブラが好きで、曲を聴き込むほど尊敬しているようです。また以前日本の音楽番組に出演した時に、大塚愛さんのサクランボが好きだと話していたこともありました。サクランボといえば、とても明るい曲で元気が出るようなメロディーが印象的ですよね。 BTS のムードメーカーである J-HOPE の雰囲気によく合う曲ではないでしょうか。この他にも、ダオコ×米津玄師の打ち上げ花火がお気に入りのようで、米津玄師とはいつか一緒に曲を制作してみたいと思っているそうです。ジミンが好きな日本人アーティストとして最も有名なのがユイさんですよね。ジミンが幼い頃に見た映画太陽の歌で、ユイさんのグッバイデイズを聞いたことをきっかけに好きになったというジミン。それ以来、辛いことがあったり疲れ果ててしまった時にこの曲をよく聴いていると言います。また過去には次のようなエピソードもありました。2019年に髪の毛をピンク色に染めていたジミン、自分のことを桜ジミンと言いながら、生き物がかりの桜を流暢な日本語で歌ってくれたことがありました。少し照れながらも透き通った美しい声で歌い上げたジミンの桜には、多くの日本人アーミーも喜びの声を上げました。BTS が日本の音楽番組に出演した時、テテは星野源さんが本当に大好きですと発言していたことがありました。日本でも大ブームを巻き起こしたドラマ逃げるは恥だが役に立つを見てから大好きになったようで、 OST も聴いたそうです。星野源の曲の中でも特に日常が好きなんだそうです。そしてテテはジンと同じく、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないというアニメを見ていたようで、エンディング曲のシークレットベース君がくれたものが好きで口ずさんでいたこともありました。BTS メンバーの中で最も日本人アーティストの曲を聴いているのはジョングクです。彼のプレイリストの中にラッドウィンプスの曲が何曲か入っていたり、2019年2月16日に福岡ヤフオクドームで開催されたコンサートの最中に米津玄師のレモンを熱唱したこともありました。最近では2023年2月2日にジョングクが自宅からリバースライブを行った際、日本アニメチェンソーマンのオープニングテーマ曲である米津玄師のキックバックを歌ってくれました。また日本のヒップホップアーティストであるケムマキが好きと言っていたこともありました。ケムマキは BTS の楽曲の日本語バージョンをリリースするときに一緒に作業するプロデューサーでもあり、日本語楽曲のほとんどはケムマキが携わっています。
ここまでメンバーごとに好きな日本人アーティストを紹介してきましたが、 BTS はメンバー全員仲が良い日本の芸能人がいます。特に仲が良いことで有名なのは坂口健太郎さんです。仲良くなった経緯は、坂口健太郎さんが出演したドラマシグナルの主題歌を BTS が担当したことがきっかけでした。シグナルのドラマシリーズでは Don't Leave Me、 映画版ではフィルムアウトを披露した BTS。 交流を重ねるたびに親交を深めていったそうです。 BTS メンバーの中でも特に J-HOPE は坂口健太郎さんと一緒に食事に出かけたり、プレゼントを贈り合ったりする仲だそうで、彼らにとって一番親しい日本の芸能人でもあるようです。そして日本のお笑い芸人トレンディエンジェルとも親交があります。日本でのイベントやインタビューなどで交流することが多く、特にジミンと J-HOPE が仲良くしている印象があります。トレンディエンジェルの斉藤さんはアーミーでもあり、インスタグラムの個人アカウントで BTS に関する投稿を何度もしています。 BTS メンバーが友情タトゥーとして7という数字を入れ始めた時期に、斉藤さんは自慢の頭頂部にペンで7と書き、インスタグラムに投稿しました。その投稿を見た J-HOPE は、自身のストーリーに斉藤さんの投稿を上げていたのも記憶に新しいですよね。今回は BTS メンバーが好きな日本の芸能人についてご紹介しました。 BTS のメンバーも J-POP を聴いてくれているんだなと思うと、なんだか嬉しさを感じますよね。すでに日本のアーティストとコラボしたメンバーもいますが、これからさらにコラボが増えると嬉しいですね。あなたは BTS が歌う日本語曲で何が好きですか？世界中の音楽シーンの中心に立ち続けている BTS、 彼らの音楽は今や世界中で愛されています。そんな世界的スターに駆け上がった BTS ですが、彼らの楽曲がたくさんの国の言語で歌われているかというと、意外にもそうではないのです。その大部分は母国語である韓国語なのですが、ダイナマイトやバダ、パーミッション・トゥ・ダンスは英語詞で歌われていることから、ビルボード・ミュージック・アワードやグラミー賞などにもノミネートされることとなりました。そんな中、彼らの楽曲は日本語バージョンが数多くリリースされているのも、アーミーの間では有名な話ですよね。日本のアーティストバックナンバーとコラボした楽曲フィルムアウトや、邦画君の目が問いかけているの主題歌にも起用された Your Eyes Tell は日本のみで発売されているオリジナル楽曲です。世界中で人気の高い BTS なのに、韓国以外の国でオリジナル楽曲を発売しているのは、驚くことになんと日本だけなのです。そこで今回は、なぜ彼らは日本の活動にたくさん力を入れてくれているのか、日本語の曲を歌うことについてどう考えているのかをご紹介していきたいと思います。韓国アイドルといえば、共同生活などの長い練習生期間を経てデビューへの切符をつかむことは有名ですよね。苦労したにもかかわらず、ブレイクせずに業界を去っていったアイドルたちも少なくありません。韓国のアイドルは新曲を発表するカムバックと呼ばれる期間中に、過密なスケジュールで音楽番組への出演やイベント出演、握手会などをこなしていきます。韓国では日本に比べて音楽番組もたくさん放送されており、その収録の合間を縫ってファンとの交流イベントを開きます。その内容は握手会であったりサイン会であったりと様々ですが、ファンにとっては憧れのアイドルと至近距離で交流することができる、とても貴重な機会となります。そしてこのカムバックの期間中でも、コンサートのリハーサルや次に発売する楽曲のパフォーマンス練習、レコーディングをこなしていき、そのスケジュールの大変さはファンの想像を超えるものです。そこまで彼らが活動に専念できる理由はどこにあるのか気になりますよね。まず考えられるのは、アーミーのためではないでしょうか。新しい楽曲やビジュアルを披露することで、ファンに飽きずに楽しんでもらうためという気持ちが節々に伝わってくることがあります。特にアーミーは BTS に愛されているなぁと実感している方がほとんどだと思います。実際にメンバーの RM が髪色を変える理由として、アーミーの皆さんが喜んでくれるのでと発言していたこともあります。
今や K-POP シーンは次から次へと新たなグループがデビューを果たしています。そんな競争率の激しい世界では、コンテンツ発信の更新を怠ることでさえあっという間にファンは離れていくのかもしれません。そんな事態を避けるため、事務所は生き残りをかけていろいろな戦略を打ち出します。そういった業界の厳しさもアイドルの活動を過酷なものとしている理由の一つなのかもしれませんね。 BTS に関しても次から次へと新しい供給が繰り広げられ、アーミーは休む暇もありませんよね。しかし次々とコンテンツを発信していくことで確実にファンの心を掴んでいます。アーティスト本人だけではなく、事務所やスタッフの方々もタイトなスケジュールでお仕事していることは間違いありません。そしてもう一つ考えられるのが、韓国国内の音楽市場の規模が小さいがゆえに、楽曲を次々と発表し世界へと進出することで外貨を稼ぐ戦略を立てられているといった理由です。人口が日本の約半分である韓国、おのずと国内での音楽市場の規模は日本の半分ほどだと予想できます。どれだけ韓国国内で人気があっても人気は横ばいになってしまうため、韓国アイドルは日本の音楽シーンに進出していくのでしょう。なぜ日本なのかというところですが、韓国とは隣国ということもあり、時差もないことや音楽市場の規模が大きく、全国に大規模コンサートが行える会場があることなど、進出するにはたくさんのメリットがあるのです。なのでアイドルたちは練習生の期間から日本語の勉強を始めることも珍しくないようです。 BTS の韓国デビューは2013年なのですが、翌年の2014年には日本デビューを果たしました。日本の音楽番組にも多く出演し、コンサートも頻繁に行うことで徐々に日本での人気を集めて現在の知名度に至りました。そして少しでも日本のファンと円滑にコミュニケーションを図るべく、メンバーは日本語を学んでいます。ことあるごとに日本語を披露してくれるのもファンにとってはとても嬉しいですよね。そんな中でも日本語が上手いメンバーの一人がジミンです。なぜ彼はこんなにも日本語が堪能なのでしょうか。ジミンといえば2019ビルボードミュージックアワードで賞を受賞した時にもツイッターに日本語での動画をアップしてくれていました。この丁寧で綺麗な日本語はアーミーの心に染み入ったと同時に、ジミンの日本語尊い、日本語が上手だし選ぶ言葉が綺麗と話題になりました。以前日本のラジオ番組にジミンと J-HOPE が出演した際、ジミンは通訳が同席していたにもかかわらず、ほとんど通訳を介さず DJ とやり取りをしていました。はじめは2人に伝わるように簡単な日本語で質問していた DJ ですが、途中からは楽曲に対するこだわりなど踏み込んだ内容の質問が繰り広げられ、通訳を介しての質問となりました。 J-HOPE は時折韓国語を織り交ぜながらも日本語で答えてくれていた姿が印象的でしたが、ジミンは難しい内容にもかかわらず終始日本語で回答していました。韓国語で話した方が伝えたいことが 100% 伝えられるにもかかわらず、ジミンは一生懸命覚えた日本語で答えることにこだわっていたようです。ジミンは人一倍努力家と言われており、完璧主義な性格の持ち主でもあります。そんな完璧主義のジミンですが、母国語ではない日本語の曲を歌うことについて本音を語ったことがありました。以前ジミンは日本語の曲を歌うことについてこう語っています。まず日本のアルバムを出すにあたって韓国語の歌詞で歌っていることに慣れているから、日本語の歌詞で歌うのが難しいと話しました。発音や歌詞の内容を理解することは思った以上に難しく、たくさんの練習を重ねたのだとか。特に韓国で発表したオリジナル曲を日本語に変えて歌うことへのぎこちなさは、我慢できない、耐え難いという感情を表しています。完璧主義の自民だからこそ、自分のレベルが追いついていないことに苛立ちを感じていたのかもしれませんね。そんな中でもたくさん努力をし、日本語の楽曲や言葉を届けてくれることに、私たちアーミーは感動を覚えています。彼らの努力する姿にいつもアーミーは勇気をもらい、また彼らを応援したいと思わせる理由にもなっているのかと思います。なかなか今の状況では日本で彼らのパフォーマンスを見ることは難しいですが、また近い将来
日本で彼らと同じ空間で BTS と ARMY がかけがえのない時間を共有できる日々が来ることを願いましょう。それでは次の動画もお楽しみください。ほらへー。